どうもバロンザーマスです。本日はですね、茨城大ニュータウンですね、こちらの方の具体的な取り組み解説ということで、今回茨城大に興味を持っていただいている方がね、今後ザーマスさんどうすんのっていういろいろね、個人的にも連絡くださってるんですけども、いろいろ要望がすごく多いので、具体的に今回やれることをちゃんと説明したいと思います。実は、本年の1月以降ですね、いろいろと私の方も空いた時間で仕事の合間にいろいろなところ交渉したりして、少しずつ進んでおることがあるんですね。で、それが皆さんのニーズに合致していくような流れっていうのをずっと作ってきてるんですけども、まあ大体具体的になってきたので先に説明の方を申し上げたいと思います。はい、まず一つ目、不動産紹介なんですけども、探してもなかなかないよねと不動産屋さんとかもね、実際ないんですよ。で、なんでないのかっていう中に、まあもうこの土地捨てちゃえっていうような状態で、結局もう誰がオーナーさんかわからないっていう物件がまだ多数ございます。で、二つ目が、まあそれを探しに行こうと思ってもですね、まあご本人様と連絡が取れないと。で、また個人情報保護の観点から、まあお金自体で不動産に関しては大体各市町村で、まあお金がかかるわけで固定資産税ですね、こちらの納入は済まされてるんだけれども、それ以上は言えませんということで、一体どこにそのね納付書を送ってるのか、まあそこに手紙を入れれれば、あ、買ってくれるの売ろうかなみたいな、そういう話になると思うんですけども、まあ結局お支払いされてる方々の住所とか連絡先は全く法務局も含めてたどれないという状況でして、で、まあ私でもこれが限界だなと思ってたんですけども、その中でこの茨城大ニュータウンの、私もそこお世話になってるんですけども、ハウスプロジェクトさんっていうのがあるんですね、不動産屋さん。で、そこがここの茨城大物件一番強い不動産屋さんで、結構この住まれてる方もよくご存知の、自治会の方でも知っている、まあ、会社さんなんですけど、そちらの方のタイアップが決まりまして、テレビでね、小枝さんが小枝不動産ってやってるのご存知ですか？あんな感じでね、まぁ、ちょっと、まぁ、問題もある物件もありますので、で、それを動画でちゃんと紹介させてもらって、金額も載せるということで、ご同意いただいて、これが、3月の16日に1回目の取材をすることが決まっております。で、これは当然 YouTube に、下旬には出す方向でね、3月下旬となっております。で、ちなみに今日は3月の12日でございます。はい、ですので皆さんにとりあえず今ある物件すべて紹介していける、土地も含めてね。で、ここをハウスプロジェクトさんと、まあ、共同で私の方が、編集もしてですね、取材もして、で、一軒ずつ皆さんに、まあ、ここにある物件をご紹介していくという流れでございます。それが当然すぐ購入できるということなのでご安心ください。で、続けて2つ目なんですけど、そんなん家300万とか買うのも怖いですわとか、地域住民どうですかとか、自治会どんなんなんですかとか、まあ、回線費用、水道の回線37万円合計でかかると、いや結構どういうことか分かんないよということがあると思うので、体験入居の方を今考えております。で、これはね、ちょっといろいろ私の知り合いとかも当たってみて、まあ、返答待ちの方が多いんですけども、ちょっと今ねウクライナ情勢それどころじゃないっていうところが大きいんですけども、まあ、どっかリフォームしてですね、皆さんに1ヶ月何ぼかで借りてもらうと、で、ここで1ヶ月体験で住んでみたらどうっていう方が多分垣根が下がると思うんですね。で、こちらの方につきましては、最終的には本当は僕のこの家、このお家をその賃貸みたいな1ヶ月の体験で使って、僕はここでハウスプロジェクトさんから違う土地を買ってですね、そこで DIY の動画も撮れば皆さんもね助かるし、僕もまた次の趣味ができていいのかなと思ってるんですけども、まあひとまずこの体験入居についてはできればね、どっか業者さんが入ってるんで、ここをリフォームしてですね、で、まあそれを賃貸で貸し出すっていうプロジェクトをやってくれれば、割とこのハウスプロジェクトさんと、まあそういう内装工事のプロと、で、まあ賃貸借契約を結ぶことで、こういう体験入居もできるような流れで、何社かね、ちょっと声もかけて、議案書出したら、それいいねっていうところもあるんですね、建築業の方で。で、そういう人が出てこれば、その不動産屋さんとその建築関係でタイアップしてくれて、まあ皆さんに、これを補修したお家、新しくね、買い取って補修した、リフォームされたお家に、まあ賃貸で貸し出す、これ長く住むことを含めてね、それができるような方向を今考えているところなんです。で、これは私自身も出ていければ、ね、この茨城での他の物件をね買えればなと思ってるんですけど、ちょっとね僕の希望の、まあ、大きさとボロさの家がなかなかまあボロいって失礼ですけどね、まあそういうのがないのでちょっと保留中でございます。これは結構めちゃくちゃ重要なことやと思うので、皆さんが買わなくても一回ここへ住んでみるということで、ね、体験できると思うので、まあ、茨城大の魅力をより深めるためにも皆さんの垣根が下がるように、まあ、これは考えておると、まあ、ここは今現在継続中ですね。これは決定ですね。
決定って書いた方がいい。これも決まりで、これは今現在継続ですね。継続中。はい。で、次、広報ですね。で、メディア関係でそういうのを広めていきたいっていうのがあって、まあ、落馬さん受けて、やっぱりいろんな反響ありました。どうも皆さんコメントとかありがとうございます。まあ、ディスリーもありましたけれども、それはそれでその通りやと思うんですが、実際ここに住む人たちからしたらね、やっぱりこう、無条件に知らないけど悪口言われて、やっぱ傷つくじゃないですか、物件買った以上はね。はい。ですんで、いいコメントがすごく多かった。すごく感謝しております。やっぱ、落馬さんで、ね、登録者が30万人以上いらっしゃる、まあ、不動産関係の YouTube トップだけあってですね、丁寧に作り込んでいただいて、まあ、いいところも悪いところも平等に出していただいたというね、担当の方、まあ、お名前申し上げます。すごいいい人で、声出してる人ね。素晴らしいね、青年なんですよ。本当に大好きになりました。本当にありがとうございました。はい。で、それとは別にですね、私自身が、朝日新聞さんの方の取材を受けました。で、これも25日ぐらいに新聞で出ますよって言ってくれたんで、めっちゃおもろいじゃないですか。こういうボランティアで、ね、茨城で盛り上げていこう。しかも YouTube でってめっちゃおもろいって言って、すごいノリノリでやってきた。こう、記者さんが来てくれてね、何時間も一緒に乗って、最後ね、三山の里でですね、あれですよ、ジェラートね、を一緒に食べて解散と。まあそういう楽しい時間を過ごして、これはまあ大体3月25日までに記事になると。で、まあ、これは市長選とかも絡めてですね、今後の過疎化した街をどうするのかっていうテーマもあるっていうことも裏にはあるので、やっぱりね、ペンは剣より強しですので、皆さんにもっとね、正しく知ってもらうための努力を私自身もしておる次第でございます。で、最後、ここで端っこです。YouTube。これ私ですよね。ザーマスチャンネルですね。ザーマスね。これをまあ、今後も継続していって、皆さんに興味を持ってもらって、まあ、資本投下してくれる人が出てきてくれたら一番嬉しいんですけど、何よりまあ、ここに住んでみようという人をね、集めていくと、この茨城内の道路が綺麗になると。まあそういうのを考えてやっておるところでございます。これは広報ですね。で、この広報については、一応自治会の許可を取った形でのこの編成図ってやっておるんですけども、最終的には自治会さんの皆さんと、もっともっとね、話を煮詰めていって、もっとこうアピールしていきたいとか、まあ茨城大ニュータウンフェイスブックとか本当は作りたいんです。これは勝手に作るわけにいかないので、まあいずれ、そういう会議に呼んでいただいた時にそういう提案をしてですね、まあ私の方でボランティアでよかったらじゃんじゃんこう CM をしてですね、いいように皆さん撮ってくれる人もかなりいらっしゃるので、そういう意味では誘致活動に努めていきたいなと思っております。で、その誘致活動をするために4番目の目玉ですよね。で、私自身がまあ知り合いでいっぱいキッチンカーやってる人がいたりとかですね、あとコメントの中にコンビニよりも個人商店の方がリスクが低いし来やすいんじゃないですか。これほんまにその通りだったんですよ。例えばここの物件、私の家の物件を、ね、多分300万で買いましたと。まあ改装ほとんどでここでカフェを始めましたとした時に、ここにもしお住まいだったら家賃0円なんですね。ですから店舗っていうのは基本的には人件費とか原材料費とか、まあ原材料費ってあんまりかかんないで、どっちかというとまあその家賃にかかってくるものなんです。土日だけでも開けますよっていう人がここに越してきてくれて、おしゃれカフェやってくれれば、ここの憩いの場にもなる、住民の憩いの場にもなる上に、あったかい飲み物とか、集合、みんなが集まる場所であったりとか、で、まあ、皆さんが来やすい場所、トイレも使えるしって、そういったところを考えて、やはり店舗って個人商店の店舗、ここ例えば技術者とかいいと思うんですよ。長野県の、諏訪とか行くと、シズンさんとかね、セイコーさんの時計屋さんがいっぱいあるわけです。なんでかって聞いたら、非常に環境良くて空気もうまいところなんですね。だから精密機械に非常に環境がいいんだよっていうことを教えてもらいました。ここも、あれですよ。何ですか、諏訪湖みたいにいいぞとは言わないんですけど、ここもすごい静かな環境ですので、まあ個人でね、何か整備する車でもいいですし、まあこう精密機械、美術ですね、メヘンディとかでもいいんですけど、そういったこと、美術系も含めたこう執筆活動でもいいんですけど、そういうのやるのに、ここすごい非常にいい場所、茨城大ニュータウンです。しかも物価が安い、ね、建物も安いと。自分の好きなようにアレンジできる。ここ私のスタジオになってもそうですよね。はい、そういったことで、まあ、ゼロ円ですから、そういった意味で、まあ、店舗を引っ張ってくるっていうことを、まあ、ちょっと考えていると。技術が来てもいいですね。ピアノとかね。指揮者でもいいですね。練習するんでね。はい。で、まあ、ここは、自治会の話し合いが必要なんで、決めてないですけど、まあ、イベントと称しまして、まあ、なんかいろいろね、私個人としてやっぱりまず自治会に話してるのはその防災ヘリですよね。で、私の方で関係ができました匠航空株式会社さんとね、これからしっかり打ち合わせしてですね、私の実費が貯まったら一回ここヘリ飛ばしてみようと思ってるんですけども、まあ最終的にはその自治会さんで例えばヘリポートだけは用意しようってなると、まあ救急車が来るのに30分かかるんですよ。
で、行くのに30分でしょ。合計1時間の間、治療がまあ、あまり受けれない状態が続くので、ヘリなら20分なんですよ。だからそういうのを考えると、その命の10分、20分って考えると、この自治体にとっても、茨城大に多分非常に有効な支援方法だと思いますし、まあこれが目玉になって、まあ1日50人来てくれたら2500円ぐらい乗れるようにね、ちょっと交渉もしてね、1万2万払えないでしょ。だからちょっと体験で10分飛べるみたいなね、そういう体感をお父さんお母さん子供おじいちゃんおばあちゃんみんなしたら絶対いい思い出になると思う。そういうことも考えております。今現在継続中ですね。で、あと、サブチャンネルで株式投資参謀本部、私の方見ていただいてわかる。もうフェラーリを、株式の売却益で買うぞと言うてる話があるんですね。で、これは当然この茨城大ニュータウンにとっても目玉になります。ただちょっとね、保管の方法とか、まあ、こちらの体験入居に合わせて僕はこの家を手放して違う場所、茨城大のどっかにいい場所が取れたら、こういったフェラーリを置くこともできるのかなと。まあ、そういう車好きの方々にとって非常に環境のいい、峠ルートが、ね、ほとんど信号もないまま走れる場所があるので、そういったところで車好きの方も集まっていただける、ね、展示会やるとかね。まあ、そういったこともコメントでもいただいているので、やってみようかなと思っています。で、最後はですね、名店紹介でございます。結構僕紹介し続けてるんですけども、いろんなお店の方々が、ザーマンさんうちにも来てよって言ってくるようになったんですよ。これは嬉しいですよね。だからフラフラフラ言ってるんですけど、でもね、ほとんどこの力って皆さんのコメントの力でした。皆さんが多分堂本豆腐店知ってるって言って、どこよみたいなね。行ったら、まあ立派な豆腐作ってるんですよ。大正9年から。で、そういったことをね、紹介してるし、そこいいねって来る人が、YouTube 見ましたって言ってくださるんですよ。ね、鳥は精肉にて、ザーマさんって知ってます ?YouTube 見たんですけど、あの人みたいなね。で、だからこれで、まあ、すごくリピーターが出てきたっていうことで、結構名店紹介の方が順調に、始まってまいりました。当然ね、お客様がめちゃくちゃ多い時とかは、まあ、要は、こう、三密回避のこともあるし、お店のイメージもあるので、まあ、ちゃんと時間取っていくっていうことなんで、そう、こっちのリズムでね、パッパッパッパ取れるわけではないんですけども、こうやって少しずつですね、否定的な目線から肯定的、まあ、YouTube で公開する時代だから、うちらは取ってくれていいよ、みたいなね。そういう人たちが出てきてですね、すごくお店がいっぱいあることもまた知りました。もし皆さんの中で今動画見ていただいて、まだまだ名店、ザマさん行けてないよっていうところがあったら、ぜひね、コメントで教えてください。そういうわけで1から5番の中ですでに実行中になっているのは何個もあります。皆さんの中で特に一番気になる不動産紹介、これやっとね3月中にできるんで、これが嬉しいですよね。ハウスプロジェクトさん、どうもありがとうございます。で、今後も出てきた物件どんどん紹介できるし、まあうまくいけば担当の方とお話を詰めていってね、買いますっていうのもね、うちのチャンネルで、ね、バンバン宣伝してもらって、そのチャンネルを見た人が、あ、俺持ってんだけど売るわみたいなんで、こう循環できるようになってこればね。で、あと一つですね、コメントいただいた方で、名古屋にいる、ちょっとね、偉いさんがいらっしゃるんですけど、そちらの方の案、まあ、すごい法律に詳しい人なんですけども、で、その方の案だと、まあ、例えば自動車税とかの納付書って、あそこ CM 入れるの知ってます？ 2行ぐらいお金払ったらね。だから今度固定資産税の袋とかのところは必ず相手に届くわけじゃないですか。で、それを教えてはもらえないわけですよ。プライバシーの侵害。ね。個人情報保護があるから。で、だからそこの、その封筒に広告で茨城大ニュータウン買いますとかね。売ります、買います。こちらまでみたいなのを広告で売ってるような資金が出てこればですね。その人にダイレクトで年に1回こう連絡することができると。そしたら探さなくてもですね、お声掛けいただければ、不動産屋さんとかタイプすればね、これ売り買いが順調に行くと、今度はやっぱり田んぼとして持ちたい、畑として持ちたいって人らにとってはすごく手短に手に入れる、まあ、不動産、まあ、100万以下の土地をボンボコ買えると、まあ、一番いいのは連番で買いたいっていう人が多かって、その連番がなかなか取れないんですよね。で、あっちに1個こっちに1個みたいな、不便やからいらないですってなるじゃないですか。でも3区画全部でね、100ヘクタールとか90坪とか、それはやりがいあるじゃないですか。そういうことをつなげていくためにも、こう広報とかも含めてですね、まだまだ工夫の余地がございます。もしご協力いただける方いらっしゃいましたり、いらっしゃったり、もしくはもう物件売ってやりたいぞ、この野郎みたいなね、前向きな方いらっしゃったら、ぜひね、ご連絡、コメントいただけましたら、各企業におつなぎしますので、まあ、どうかこう循環して、こう、負の遺産じゃなくて、制度遺産、生きてる遺産、今だから使える遺産なんですよ。じゃないですか。今遺産じゃない、財産、ごめんなさい、財産ね。今だから使える。当時では使えなかったかもしれない。ね、バブルの崩壊って誰も考えられなかった国の規制がきっかけになった土地価格の下落だったんですよ。確かにバブル。ね。だけど、それは失敗じゃないって言いましょうよ。
失敗なんかじゃない。だって世の中の全ての人がそれで空白の10年20年を送ったんですもん。悔しかったと思うんです。私がその頃貧乏人やったから中学から働いたわけですよ。ね。で、金持ちのおじさんがだんだん貧乏になっていくのをいっぱい社会で見てきましたよ。10代から。でももう一度それを取り戻そうとして、今 YouTube というね、こういう素晴らしい媒体のおかげでですね、私みたいな個人の人間が皆さんに訴えかけることで、それに乗ってくれる、賛同してくれる方がいらっしゃるんですね。ですからぜひね、もう本当にいらない土地も5万円、10万円でもいらないですっていう方がいらっしゃったら、逆にお声かけいただいて不動産屋さんに紹介しますので、そこで売ってしまって、もう活気のあるね、街を作る。もしくは、気持ち切りたいはそれでも売却して終わりにするっていうこともね、こう循環させていければと思って、今後も YouTube を続けてまいります。ちょっと早口で申し訳ございませんが、本日のご紹介は以上になります。またコメント等お待ちしております。どんどん進めていきますので、よかったらね、チャンネル登録とグッドボタン、ね、よかったら素敵なコメントよろしくお願いします。それでは失礼します。バイ。